で、続きましてですね、続きましてはこちら、おじいちゃまはいってやつね。これは榎本健一さん主演のコメディかな、つうかホームドラマか、ホームコメディみたいな感じのね番組で、テレビ連続ホームコメディ、あ、やっぱホームコメディって書いてあるね。テレビ連続ホームコメディ、おじいちゃま、はい、おじいちゃま、はいってやつね。出演者榎本健一、田崎潤、うん、織賀邦衛さんっておっしゃるのかな、あと田村奈美さん、長澤潤さんって木の実奈々さんというところで、で裏ではちゃんとその榎本健一さんと木の実奈々さんのね、ツーショットがありますけれども、まあ、おじいさんが中心のホームコメディってやつだね。かわいいね、木の実奈々さん、この頃ね。テレビ連続ホームコメディおじいちゃまはい、主題歌おじいちゃまはい、前田武彦作詞、広瀬文夫作曲となっております。でこれはもうキングレコードからレコードは出てるんですが、それはほとんど見なくて、だいたいこちらですね。これは提供の合同主制、合同主制ね、が配布していたシートみたいですね。歌ってるのは榎本健一さん、榎健さんと木の実奈々さんということで、ちょっとこちらを一部分引用してみましょうかね。これはね、ちゃんとしたシートなんで指で押さえる必要はないと思います。おじいちゃま、はい、おじいちゃま、はいよ、おじいちゃま、はい、おじいちゃま、ご覧なさい、浮かんだ白い、なんとね、そのおじいちゃまはいの後にブランドールの歌って入ってるんですよ。だからこれ合同修正さんが当時出してたお酒の銘柄なんかな、ブランドールの歌、ブランドールみんなでってブランドール飲もうよとか、そんな感じだね。ハニーナイツさんとスリーペッツさん、作詞は山上道夫さん、作曲泉拓さんだね。まあこういう風にね、企業配布版ってね、当時の番組で流れていたであろう CM ソングが入ってたりするから、そういうところもいいんだよね。だから企業配布版はなかなかこう、私のようなテレビマニアからすると絶対に外せない収集アイテムでございますね。はい、さあ次なんですが、次はこれね、結構通好みな子供向けドラマっつうかな。はい、こちら、はい、現代っ子ってものでね、この頃、まあ、流行語でありました現代っ子っていう言葉、もう言わなくなったね、現代っ子ってね、それをタイトルにした作品で、確かね、倉本壮さん脚本なんだけど、まだ日本放送在籍当時なのかな、ね、とにかくまあ本当に初期の頃ですよ、倉本さんのね、日本放送に在籍してるかしてないかぐらいの、この番組がきっかけで辞めたんだっけな、日本放送。この番組が結構売れたんでね、でバレそうになって辞めたんじゃなかったっけな、確かね。真ん中が中山千夏さん、まだ子供って言っていい頃だよね、年齢的には中学生ぐらいなのかな、小学生なのかな、可愛い声してんだやっぱりね。それから歌手が書いてないね。そうそう、ハリス提供テレビ番組、ハリスなのよ。金棒、まだ金棒が関わってない頃のハリスだね。ハリス風船ガム、あ、風船ガムじゃない、ハリスフルーツガムって書いてあるな。ハリスクールガム、ハリスフルーツガム、クールガムってロッテだけじゃなかったんだね。ハリス提供テレビ番組、現代っ子主題歌、作詞倉本壮、作曲泉拓と、ね、
あ、倉本壮って名前が堂々と出てるからもう日本放送やめてるね多分ね、この時にはね。まあこのようにハリスさんの配布シート、ね、でこれはがきタイプになってるから本来は ここに住所氏名が書いてあって家に送られてくるってもんだと思うんですよね。これ何も書いてないから、なんだろう、直接企業に行ってもらったのかなんか分かんないけどもね。まあ、希望者はね、このハリスさんとか当時の提供スポンサーさんに、なんか送ると、ね、喧嘩なんか送ると、あるいは何も書かなくてもかな、当時のね宣伝部の人がちゃんと送ってきてくれるという、まあ、視聴者還元が割と当たり前にされていた時代でございますね。じゃあこちら聞いてみましょうかね。ちょっと一部分引用してみたいと思います。でこの現代っ子の主題歌は中山千夏さんとかこの主演の3人組が歌ってると思うんだけど、レコードになってないはずなんで、音盤化されてないはずなんでね、正式には。だから非常に貴重なものですね。そういうものも結構多いんで、企業配布版っていうのは貴重というか絶対に外せないんですよね。おいらは町の太陽台、ラッシュ梅園ひどくてもご機嫌だい。子供ありませんか。子供美好でかっこよくて長持ちする子。いやーいいなー、これも CM ソングが入ってた、2つも入ってましたね。ハリスクールガムの CM ソングが冒頭にあって、でその後現代っ子の主題歌があって、で次がハリスガムの CM ソングっていうことでね、でそれで終わってると。3曲も入ってる。これはお得版ですね。こんなハガキシートで結構音質もいいしね、これはなかなかいいね。で千夏さんはまだこの頃主題歌歌ってないんだね、まあ、他の番組で歌ってたりするけどこれでは歌ってなかったんだね。はい。